地元・大阪で誘致を進めております、いわゆる IR ・カジノを含む統合型リゾートについて、えー、質問させていただきたいと思います。昨年4月、区域整備計画が国交省により認定されまして、その後9月には実施協定が締結されたことで、整備が本格化しております。一方で、この認定の際に審査委員会から7つの条件が付されております。例えば観光への効果 あるいは地域の経済への効果について、一部には課題推計となる恐れのある、荒さが見受けられるなどの指摘がなされて、各種データ等の精緻化を求めているところでございます。えー、観光への効果や地域経済効果について、どの部分が荒い、また課題な推計と指摘されたのか、国交大臣のご説明を伺いたいと思います。IR IR 担当大大臣としししててお答え申し上げまます大阪、IR、の区域整備計画につきましては審査委員会から 計画全体として認定しうる計画と評価されたところですが審査の中ではマイスの開催件数の推計について手法は理解できるが日本全体や世界規模で見た場合に大阪が有する相対的な競争力を考慮すること等の分析が必ずしも十分でないこと。 経済波及効果の推計について、おおむね順当なプロセスでなされているが、国際会議の消費額の算定にあたっての単価設定などに荒さが見受けられることといった点について指摘がなされました。そのため、大阪 IR の区域整備計画の認定にあたってのその条件として、 特定複合観光施設区域の整備による効果の推計に関して、推計に用いる各種データ等の精緻化に取り組むとともに、その推計値の実現に向けた取り組みを着実に実施すること、まあ、これを条件として付けたところでございます <laughs> えこの付された7つの条件に対しては、今後、大阪府、大阪市がやる事業者と必要な対応を取ってくると思いますので、えー、報告を受けた際には厳格にまあ審査を行っていただきたいと思います。そののの上でで仮にににこの7つの条件に対する取り組みが改善されずに不十分なままであった場合 整備法35条には認定取り消しという制度も用意されております、この取り消し、場合によってはありうるという理解でよいか、国交大臣の説明を伺いたいと思います IR 整備法では、国土交通大臣は、認定を受けた区域整備計画の実施状況について、毎年度、評価を行うこととされており、 認定を受けた IR 事業者及び都道府県等は、評価の結果を区域整備計画にかかる業務運営の改善に適切に反映させなければならないこととされております。これを踏まえ、今後、大阪 IR の区域整備計画について、実施状況の評価を行うこととしており、この評価の過程において、認定の際に付した条件に関する取り組み状況についてもしっかりと確認してまいります。さらに ir 整備法では 区域整備計画の的確な実施のために特に必要があると認められるときは認定を受けた都道府県等に対し必要な指示をすることができるなどとされております認定の際に付した条件を含め区域整備計画の実施状況が IR 整備法の定める要件に該当すると認められる場合にはこの指示への対応などを踏まえ区域整備計画の認定取り越しを行うこともあり得るこういう制度となっております